昭和47年10月、プロレスに就職しますの名言とともに全日本プロレスの門を叩いたジャンボ鶴田。おととし10月23日の復帰後、初めてワンシリーズ3試合の登場ということになります。そういえば復活のリングもこの武道館でありました。昨日3月3日に3番目のお子さんが生まれました。そしてジャンボ選手自身も4月から大学院生、まさに万年青年ジャンボ鶴田らしいエピソードです。今武道館のリングにジャンボ鶴田が帰ってまいりました。そしてどんじりに控えしは最後に流れてまいりました。王者の魂であります。春一番武道館開花宣言と銘打って行われます。1995年3月4日日本武道館、外は篠つく雨が降っていますが、まさに春を呼ぶ雨、早くも春を告げる日本武道館であります。今年も大いに盛り上がり、そして感動を与えてくれるでありましょう。今回ジャイアント馬場、そしてアジアタックのチャンピオンとして初めて武道館に登場となります秋山純を従えて堂々の入場であります。ひときわ大きな歓声拍手。60分の一本勝負で行われますこの試合。正規軍の若鬼井上雅夫、正規軍の鬼軍曹であります淵正信、ダイナミックティーです田上明。アジアタックチャンピオンとして初登場秋山純。おかえりなさいジャンボ鶴田。そして恩返しジャイアントの場であります。まさに五色のテープが乱れ飛びます日本武道館。ジャンボ鶴田選手、今シリーズは2月の24日高松大会、そして3月の2日宇都宮大会、そしてこの武道館と3大会に登場となりました。さあ徐々に完全復活に向けてエンジンがかかってまいりました。こちらは今日の対戦相手です。いずれも浅かならぬ縁で結ばれたこの3人。さあこの一戦は福田明彦レフリーがさばきます。これがジャンボの表情。一言二言交わします。師匠、そしてアマレスの後輩にも当たります。おっと赤のコーナー、2人押しのけてジャンボです。ジャンボが先陣を切る。そして青のコーナーは淵正信。ゴングのカーンという音色がかき消されました。ものすごい声援であります。解説は桃田光雄さんにお願いいたします。桃田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。モンさん、はい、非常にこの面白い顔合わせだと思うんですが、そうですね、どのあたりに、なんていうんですか、非常に変わったっていうか珍しい組み合わせだと思うんですよね、でやっぱり一番の注目はですね、やっぱり鶴田選手が今だんだんと要するに自分のペースを上げてきてますんで、はい、その若手相手に、若い選手相手にどれだけ自分の要するに実力を出せるかと、それからまた秋山選手とか、それから井上選手なんかは、ナロ選手、要するにもう大先輩の胸を借りて、どんだけ要するに自分のまたそのテクニックというか、精神的な面とかね、細かいところを自分のものにしていくかっていうところが見どころだと思いますからね。なるほど、このいろんな、この今もこの淵とジャンボがやり合ってますが、バージョンが楽しめる、はい、かつてこの正規軍の屋台骨を支えてたわけですね、この2人で。さあ膝へのキックを一発見舞いました。これが2発目さあ、おっとクリーンブレイクでありません。チョップを見舞います。2発逆に振り返って、こんなにうまいジャンピングに、おー一発で内が吹っ飛びました。さあバックを取って、これは打たせません。腕を取りました淵正信。ヘッドシザーズ、スクッと起き上がります。
この桃地さん、この3大会目の3試合目のこのシリーズですね、はい、登場となるジャンボ選手なんですが、はい、動きはいかがですか、ご覧になっていまして。やっぱり徐々にですね、自分のペースを掴んできているような感じしますね。要するに以前のですね、ペースを掴んできているような感じします。さあ、はい、精神的にはですね、もうちょい強いものを持っている鶴田選手ですから、やっぱりあとはやっぱり試合をどんどんこなしていって、その何て言うんですか、試合慣れを、試合感というのを戻すというのが一番大事だと思いますよね。さあ、そして桃田さん、はい、かつてこの世界タッグのベルトを巻いてた2人ですね。そうですね、さあ、つぶらな瞳でじっとこのジャンボを見据えます。組み合った両雄、エルボー3発、4発、5発、6発。さあ、ロープ振った、入ってくるとこ、ジンシンク、そして王が入る、今日2回目。さあ、そしてアマレスの後輩に当たります。秋山に渡した、ジャンピングに、ジャンピングに、ジャンボのジャンピングに巻き投げ。さあ、田上の左の腕を取りました。アジアタック王座決定リーグ戦、これを大森とともに勝ち抜きました。初めてこの秋山がベルトを巻きました。さあ、そしてアスナロ選手の井上、秋山のこの対戦の図であります。エルボースマッシュ打ち込んでいきます。ロープに飛んでハイキック、擦りつけるようなハイキックです。ストンピング、デビューが秋山が92年の9月、そして井上が91年の4月、およそ半年井上が先輩ということになります。全くのこの同じ学年、同い年であります、この井上と秋山。さあ、ノーザンライト早くも行くか、2位を突き上げるネックブリーカードロップ。井上にこの秋山について試合前話を聞きますと、先にベルトを巻いたというのは先を越されたこと、でも十分に射程距離ですよ、そんな風に話しています井上。打っていったのは秋山、カバーに行きます。アスナロ選手の中でいち早くこの秋山と、そして大森がタイトルを手にしました。モンさん、このプロレスファンの一つの楽しみとして、はい、ここからどうやって井上がこう抜いていくかということもあると思うんですが ね、 ね、まあ、プロレスの要するに選手というのはですね、はい、いいライバルを持つことによって自分を磨き上げるというんですかね、はい、より要するにその自分の実力をアップするというのはもうよく言われるんですけれども、要するに、まあ、井上選手の場合、秋山選手が後輩にもかかわらず先に選手権を取るという、そうですね、ね、やっぱりそれによって自分がよ何くそっていう気持ちでですね、はい、また自分の実力をどんどん上げていくっていうことを、相乗効果っていうんですかね、いい意味の要するに相乗効果になると思うんですよね、さあ、そして入門してほどなくこの、おっと、オンタニドロップキック。さあ、どちらを攻めようか、おっと、16番は打たせません。ラリアット、付き人を務めていたんです、この井上、ジャンボ鶴田のこの付き人を務めていました井上。まさにジャンボさんにはプロレスのこと、いろは、あるいはそれ以外のことも多く習いました。今回がこの2回目のリングの上での対戦ということになります。1回目の対戦の時にはこのバックドロップを受けて痛くて、だけども嬉しかった、そう話しています井上正夫。スリーパー、しかしこのジャンボが出てきまして、ガウジング、いわゆるかきむしりを顔面に打っていきました、施していきました井上正夫。さあ、スリーパーホールド、リングの中央です。井上がこれをどうやって外していくか。シューズの底でこすりつけました、ジャンボ鶴田。そして再び音体に渡します、蹴り上げます。さあ、挟んでどうするか、田上がカットに出ようかという構え、目と目でぶつかり合います。ん、青のコーナーに投げ捨てました、自らタッチに行きました。さあ、田上
時計回りに回って、さあオン対ジャイアント馬場と、さあ手四つに行きますか。右と左が組み合って、もう一方さあ組み合った、力比べ、早くも田上の顔が真っ赤に膨張しています。上になったのはジャイアント馬場、渾身の力が入ります。体を上に乗せていくジャイアント馬場、2m9cm、 田上明192cm、 さあ簡単にはやられません。渾身の力を込めて攻め込みます。田上も腰を落として懸命にこらえます。膝を使って腕を離して、そしてミールキック、ロープに飛んで早起き、あっと逆水平、逆水平、一つこれは田上の表情、ジャイアント馬場大きく口で息をしました。組んで、おっと円髄、これはかするようにして当たりました。やはり高さ、大きな大きな財産、ボディースラム。さあそしてドラゴンスリーパーに入りますか。ドラゴンスリーパーに入りました。あの去年の最強タックルもやはりこれを見せましたですね。やはり武道館で、さあそして淵正信に渡しました。田上明パンチを受け止めます、ブロックします。余裕の、まさに黄河の流れのような大前自躍、そんな言葉がぴったりであります。さあバックを淵が取りました、腕を取りました、そのまま体を預けます。1000シリーズから引き続きまして、この各会場サイン色紙、あるいはこの大阪大会、後楽園大会のビデオ、あるいはこの T シャツ、お楽しみ袋といったこの収益を阪神大震災の義援金として送ることになっています。全日本プロレス、あるいはこの馬場社長も阪神館、この阪神大震災で被害を受けました地域の復興に一役買っています。被災地のこの放送局としてありがとう、そしてお礼の言葉を送りたいと思います。そして今度は御体からアスタの戦士秋山純登場であります。絞り込みます。モモさん、このアジアタックのチャンピオンとなってから、はい、秋山のファイト何か変化は見られますか。あのですね、もう秋山選手自体はですね、技っていうのは本当に切れるんですよね。要するにその一つ一つの技が、要するにその回転が速いわけですよ。要するに相手の予測を上回るスピードで決まっていくわけですよね。だから相手がどんどん技をかけられてしまうというか、だからそのキレがますます良くなったっていうふうに僕は見てるんですよね。エキサイトシリーズ最終武道館大会、10分が経過しました。特別試合であります。低空のドロップキック、まあ、秋山選手もこの淵選手みたいな選手をうまくあしらえるようになったら本当に一人前っていうかですね、要するにその世界に羽ばたくためのいい、なんて目安になるっていう目安、試金石になると。そうですね、淵選手みたいな、要するにそのなんていうんですか、いろんなラフから何から要するに必要に相手の精神的ダメージを与えるようなね、はい、そういう選手に勝てるようになってくると、その要するに実力が本当にアップしたということになると思います、はい、さあその淵が出てきました。まあこの淵をして、かつて三沢は最もこのやらしいことをするレスラーなんだと、 そ、 ね、そんな風に表現したことがあるわけなんですが、さあこれですね、そのやらしさが十分にじみ出ています。淵正信、足殺しに行きました。これは股先のこの変形と申し上げてよろしいんでしょうか。すごいです。さあ秋山懸命にこらえます。顔が歪んでいます。これはもうまさに股間が180度開いてしまっています。さあそして田上と秋山、このシリーズ
3大会目、あれ後楽園大会だったと思います。田上の珍しいジャーマン、あるいはジャンピングパワーボム、この秋山を捉えました。この2人も何か朝からの因縁が生まれた、そんなシリーズと言っていいかもしれません。ロックされていたこの秋山の足を馬場選手が解きました。高々と抱え上げて2位クラッシャー。さあ秋山このピンチをどう脱するか。そしてギロチンホイップ。さあそしてコーナーのかつての盟友ジャンボと目と目で殺し合います。左の足をかなり引きずっています秋山純。さあベルトは先を越されましたが、アスナロ戦士、同じアスナロ戦士井上正雄、まだまだ射程距離とそう話しています。肩逆エビ固めに持っていこうというところ、絞り込みます。おー、武道館のお客様から大きな拍手、渾身の力で絞り上げます。ロープに左の腕を伸ばしました。井上選手としてはやっぱりここで秋山選手をある程度ダメージを与えてですね、やっぱり自分をアピールしたいところだと思いますよね。そうですね、非常に穏やかな声で射程距離と話して、目は厳しかったですね。そうですね、さあそして青のタッチワーク早くなってまいりました。田上、井上、そして淵とつなぎます。この秋山の足殺しはこの淵が始めたんです。タッチが一巡したということになります。あ、これは厳しい、すごい攻撃です。さあ若手に、若い選手に任せようか、小田選手、ジャンボ選手、ちょっとこの春秋しているような、そんなこのエプロンサイドであります。顔面を蹴っていきました。しかししっかり体を、状態を起こしてまいります。3発目顔面を蹴りに行きますが、さあ秋山の目に力がこもってチョップ、口も耐える、チョップ、チョップ合戦、後ずさり、秋山負けるな、チョップ打っていく、赤のコーナーに詰めた。さあそしてジャンボ鶴田に渡します。ジャンボ鶴田に渡します。今日はすでにこの10分経過前に2回王が入っている。おっと、田上を出てこい、田上を出てこい、そんな仕草を見せました。ロープに振って、そんなタックル、これは五分と五分。ロープに飛んでジャンボレレットかわした田上、ロープに飛んでハイキック、ハイキック、もう一度いくか、これはキッチンシンク、ハイキック、そしてキッチンシンク、1勝1敗五分と五分。さあそして場外に田上を落としました。それをスルスルっと田上が、すで秋山が忍び寄って決着ホイップ、パンチを打ち込みます、エルボーを打ち込みます秋山。さあそして指定コンビの合体、初めての合体、さあハイキック、懐かしい懐かしい、このハイキックとともに日本武道館拍手が起きました。さあ今日の田植全く負けていません。社長に積極的に技を仕掛けていきます。ブレンバスター持ち上げることができるか、135キロ打たせません。体を入れ替えて、かわず落としに行きました、かわず落としに行きました。さあここで指定のタッチ、今日2回目の合体、ハイキックがありました。もう一度行きます。そして王が入ります、ジャンボ釣れた。さあそしておっと、バックドロップ行くか、あ、これは打たせません。縁がカットに入ってまいりました。縁がカットです、ブーイング。さあ縁を場外に落としておいて、そしておっと、田上がラリアット。さあそして井上、かつての付き人、そしてジャンボ釣ったの対決、ドロップキック、ドロップキック、あんとこれは当たりが浅いか、連発して打っていった。さあパンチを打ち込む、パンチを打ち込む、容赦ない攻撃です。ジャンピングに王が入る。やはり一発の技の重さが違うんでしょうか。井上テイクダウン、顎のあたり押さえています。抱え上げて、そしてなおも厳しい洗礼であります、ギロチンホイップ。
さあそしてコブラツイスト、これは田上が素早くカットに行きました。ロープに飛んで帰ってくるところ、ハイキック、田上が場外に落ちていく。さあどうするか、どうするか。おっと秋山がエプロンサイド走ってそのままエルボー、ジャンボ鶴田が井上をパワーボム、カウントが入る、カウントが入る、カウント2、口がカット間に合いました。場外では秋山と田上、さあ馬場が口を場外に落とした。さあそして技を施す前に王が入って、王が入って、さあどうする、プロレスとは、プロレスとはこういうもんだ、覚えておけ井上、バックドロップ。場外では田上と、そして秋山、カウントが入る、カウント3、武道館でジャンボ鶴田が見せました、バックドロップ。かつての付き人、厳しいプロレスの厳しさを教えましたジャンボ鶴田、カウント3でありました。王者の魂が流れます。井上も懸命に踏ん張りましたが、最後はジャンボがプロレスの厳しさを教えたバックドロップ。桃田さん、はい、何かこのジャンボ選手の動きを見ていますと、一つ一つを確かめるような、そうですね、本当にね、過去の要するに自分のタッチっていうか、要するに感じを分かってるわけですよね、はい、だけどもそれが実質的にできるかできないかって、それを確かめながらやってるって感じが見えますよね、そしてこの春が来て、また気候も良くなって、はい、そしてまたこのジャンボ選手の調子も上向いてくる、そんな感じなんでありましょうか。あの前回になるのも、もうすぐじゃないですか。ああそうですか、今この戦い終わりまして、一人一人と握手をしました。さあそして恒例です、コーナーマットの上に乗って王が入ります。この笑顔をご覧ください。さあもう一方のコーナーに行って、大きな拍手に迎えられて、やっぱりこのやはりジャンボ選手の王がないと全日本プロレスではありません。もう一方行けよ、オンタイムジャイアント馬場選手が促しています。ちょっとこれには照れております。ジャンボ鶴田上がって笑顔です。まさに春を告げる笑顔になりますジャンボ鶴田。さあ三方に行ったら最後2階に向かって、これが四方目の王、ジャンボ鶴田の王がこの日本武道館全日本プロレスに春を告げました。勝負タイムは17分と27秒、ジャンボ鶴田が片襟固めで井上雅夫を抑え込んでいます。小本さんからもお言葉がありました、完全復活に向けていよいよ始動した、そんなジャンボ鶴田のバックドア、これが井上雅夫を仕留めました。